つもご視聴いただきありがとうございます。パンダの公営住宅ルームツアーです。今回紹介する公営住宅はこちら、3DK の住宅になります。場所は港区青山です。港区青山といえば高級住宅エリアです。ここに住めばあなたも港区民。公営住宅の家賃は収入によって変わります。この住宅の家賃は通常5万円ほどですが、減免申請すると家賃は 2.5 万円ほどになる場合もあります。撮影が少し斜めになっております。画面酔いにご注意ください。入り口にインターホンもあります。中に入っていきましょう。まずは玄関です。まず入った瞬間の感想は、築30年の住宅には思えないです。右側にあるのはシューズボックスです。傘などが入るスペースがあります。これは以前紹介した住宅にもありました。傘立てを買わなくていいので便利です。棚は結構広いので、鍵を置いたり、好きなグッズを置いたり、絵を置いてみたりしてもいいです。5段の靴置き場と、上は右側にブレーカー。ブレーカーの場所はちゃんと覚えておきましょう。それでは、お邪魔します。まずは右の部屋から。こちらは洋室です。クローゼットもあります。日当たりがいいので部屋全体が明るく感じます。十分な広さがあるので寝室にしても、趣味部屋にしても良さそうです。私ならゲーミングルームにして、一日こもりたいです。他にもいろんな使い方が想像できます。あとこれ。最近はあまり見かけませんが壁にガス栓がついているんです。以前の動画のコメント欄で、ガス栓を教えていただきありがとうございます。実家を確認したらガス栓ありました。わら。私は圧倒的に灯油ストーブよりガスストーブ派です。電源ピッて3秒後には暖かい風を出してくれる。優れた家電ですねー。これはグッドポイントです。次は、お風呂です。脱衣所もあります。ドアもあるので、見られる心配。それは置いといて。シャンプードレッサーがあります。朝ここでバタバタする様子が想像できます。綺麗な身だしなみは気持ちがいいですから。仕事にもスイッチが入ります。鏡も大きいし、下にも収納があるのでとても便利です。洗濯パンも室内にあるタイプです。浴室は、ステンレスのものです。ステンレスは汚れや匂いがつきにくいのが特徴です。最近見ないので新鮮です。シャワーヘッドと風呂蓋は新品です。追い炊き機能もあるのでいつでも熱いお風呂に浸かれます。でも、気持ち良くなって寝てはダメですよ。お風呂で寝るのは危ないです。さてさて、お次は、トイレです。しっかりクリーニングもされています。ゆったりできる広さと白を基調とした色でとても快適です。トイレの中は落ち着けないといけませんから。出るものも出な。それでは、ここからお待ちかね、ダイニングです。広々としています。机やソファーを置いてゆったりくつろげます。アンテナの端子がこちらにあるので、テレビはここに置く感じです。反対側は、キッチンです。たかし、ご飯できたわよ。洋室でゲームに夢中で何も聞こえていないたかしくんに、お母さんの鉄槌が下されると、それはさておき、キッチンは天井が高いので、大きめの冷蔵庫が置けそうです。こういうスペースに隙間なく家電が入った時って、すごく気持ちよくないですか？共感できる人はいるのでしょうか？シンクも大きいので、ゆったりと料理ができそうです。こちらはガスコンロのスペースです。レンジフードも大きいものなので、換気性能は問題なさそうです。収納スペースも上から1つ、2つ、3つ、たっぷり入ります。下側にもたくさん収納スペースがあります。はぁ、お腹が空いてきました。
今日は唐揚げにビールをクイッと行きたい気分です。さて、こちらは、二部屋目の洋室ですね。こちらも日当たりがいいのでとても明るいです。こちらのクローゼットの中を確認します。服もたくさん収納できそうです。上にも収納スペースがあるので、季節物とかの保管に便利です。隣に行きましょう。こちらは和室です。うわぁ、明るい、そして広い。今は焼け防止でシートを張っていますが、和室はいぐさの匂いで落ち着きます。ここで日に当たりながら何時間でも寝れてしまいそうです。もちろんこの部屋も収納性は抜群。この中に、ドラえもんはいませんか？残念。襖を開けて少し期待してしまうのは私だけでしょうか。こちらも上に収納スペースがあります。最後はバルコニーです。隣の部屋とつながっているので、とても広いです。洗濯物はかなりの量が干せますし、夜に外でしっぽりお酒を飲むのもいいんじゃないでしょうか。ただしこちらは非常口がありますので、物を置きすぎないように気をつけましょう。バルコニーの使い方って、人それぞれだと思うので、好きな使い方で楽しんでもらいたいです。というわけで今回はこちらの、港区青山の公営住宅ルームツアーでした。3DK の広々とした物件で、大家族でも OK、 そして家賃も安い物件です。これからも公営住宅ルームツアーの動画を投稿しますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。パンダでした。